ポン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 、ポグニャン。まあ、それにしてもですね、まあ今日、えー、注目されてたですね、横浜市長選挙、神奈川県の横浜市長選挙ではですね、まあ、NHK でっていうところは重要なんですけども、まあ、NHK でですね、早くも8時ちょうど、まあ、ゼロ打ちですよね、ここで野党が、えー、支援したですね、山中竹春さんに、まあ、当選確実という出たということで、まあ、やっぱりその、 なんていうんですかね、まあ、事前のというか、もう終盤からですね、大きく変わってきたようだということで山中さんの方がリードしたっていうね、まあ、最初朝日ではですね。 えー、菅首相とかね、自公が、あの、支援してた小此木八郎さんがですね、まあ、わずかに先行みたいなこと書変えてたんですよね。だから、これ、やばいんちゃうかどうなんかみたいなふうに思ってたら、まあ、それが、まあ、中盤、終盤にかけてですね、まあ、決定的なのが、やっぱその、神奈川新聞の、えー、え山中さんが先行っていうね、小此木さんが追うっていう情勢調査で、まあ、ここでも決まって、 たかなっていう感じが、えー、したんですけども、まあ、あとはネットとかね、まあいろいろあの見聞きする中で、ですねやっぱりその山中さんがかなり、えー、差を広げてきてるんじゃないかと。ねい えー、昨日おとついぐらいにはですね、ダブルスコアで山中竹春さんが、あの、リード、えー、してるんじゃないかっていう、そういう数字も出てきたっていうね、なんかそういう情報もネットであったり、まあ、あと NHK の期日前の出口調査でもですね、えー、山中さんの方がお小野木さんを9ポイント上回ったということを、まあ、記事で書いてる方もおられたりとかして、まあ、いろんな方がですね、今回はもう山中さんが、えー、まあ、 小此木さんに、まあ、競り勝つというか、ですね、まあ、リードして勝つんじゃないかというふうに見られてたわけですよね、でやっぱりその注目がゼロ打ち、えー、8時ちょうどに当選確実がです、ね、山中さんに出るかどうかと、まあ、そこがやっぱり注目されてたわけですよね、それがやっぱりあの出たと、ね、これ NHK で当確が出るっていうところがやっぱり大きいですよね。 あの、朝日とかね、あの、他の共同通信とか毎日とかだったら出るんですけども、NHK だったらですね、こう、よっぽど、あのー、特に与党がね、負ける場合 っていうのは当選確実って野党がの候補者が勝つっていうときにはですね、なかなか出さないっていうのがあったんですけども、まあそれでもこんだけ差がついてると、NHK の出口調査、投票日の、えー、当日の出口調査でもですね、えー、おこのぎさんが2割に対して、えー、山中武春さんが4割近く取ってるということで、まあここから見てもダブルスコアかなと。 NHK の期日前でもですね、あの、山中さんの方が9ポイントリードみたいな情報も出てましたから、まあ、それを合わせると、まあ、ダブルスコアでですね、山中竹春さんが、え勝、ー、っても、あの、おかしくないなと、まだ開票始まってませんけどもね、うん。 で、まあ、これ、まあ、えー、山中さんが、まあ、1位で、ね、当選確実と。で、2位に小此木さんということで、まあ、3位に林文子さん、現職市長ね。で、4位に、えー、田中康夫さん。これ、田中康夫さんっていうのは、これ、ネットでは、なんかすごい、あのー、支持があったんでですね。これ、あのー、山中さん、小此木さん、林さん、この争いと別個にですね、4位、5位、 に、どっちが入るかと、田中康夫さんと元神奈川県知事の松田さん。まあ、ここも僕は注目してたんですよね。で、そこで、ま、4位に田中さんが入ったっていうことはですね、まあ、これは、ま、やっぱりネットの応援っていうのも、えー、やっぱ、それはあって あの影響した可能性はありますよね、松沢さんの方が、えー、他の情勢でもですね、まあ、4位、えー、松沢さん、えー、で田中さん続くみたいな感じだったと思うんで、だからここはやっぱりそのネットの力っていうのはあったのかなと、まあ、開票結果が、ね、全部あの明らかにならないと分かりませんけれども、今の NHK の投票日の出口調査ではそういう結果が、えー、出たと。 まあ、いうことでね。まあ、これは、まあ、あのー、これ、4位、5位争い、4位、5位争いっていうのもですね、これ、来年参院選にも関係してくるんで、これ、来年参院選はこ、今回、松沢さんがですね、えー、抜けて、えー、参議院やった松沢さんが抜けて、あの出張ったんですね。だから 来年の参院選は、まあ、補欠選挙と同時に行われるということで神奈川選挙区の、ね、だから普通やったら定数4なんですけども、も松田さんの抜けた分もあ,のあって、えー、定数5をめぐって争うということですから、まあ、ここで田中さん田中康夫さんがです、ねまあ、4位に入ったとっいうのはです、ね、えー、まあ次の,あの来年の参院選にね、ここはいい影響はあってもおかしくないかなとうう思いますね。 なんかそういう意味でもこの4位5位争いってのはこの馬鹿にできないというかですね、まあ、ネットでのなんかあの応援っていうのはすごかったなっていうのはそれは大きかったんちゃうかなっていうふうに思いますね。うんまあでも僕はやっぱりね、この山中さんがこの01で当選確実っていうことによって、これやっぱおこのぎさんをですね、まあ一生懸命応援してた菅首相のこのあの影響っていうのが大き キーですよね、まあ。自民党総裁選では、ですね、今のところ有力なあの候補っていうのが、ですねま、まだ今のところ出てきてないと、まあ、岸田文雄さんが意欲っていうことですから、まあ、このあとさらにいろんな方がですね、名乗りを上げるのか、まあ、それともですね、えー、誰も名乗り上げないで、まあ、岸田さんが出るとかですね。あのー 例えば人気の高い石破茂さんはもう不出馬を、えーそうあのー、昨日、とつぐらいに決めたんですよね。で小泉進次郎さんも、えー、菅首相の,あの再選を支持するという、まあ、続投を支持するということを、えー、述べられたんですけども、だからそこもね、 だからもうこんだけあの横浜市長選の情勢で、まあ、菅首相がですね応援するこの木さんが負けるというのが、もう規定路線というか、もう誰の目にも分かってしまったと。えー、でそれでも菅首相を をあの続投させなあかんみたいな勢力、小泉さんとかですねまあ、石破さんとかもそうかもしれませんけども、そういうのが働いて、小泉さんがあの支持するとかね、再選支持するとか、石破さんもあの出ないと、今出てる場合じゃないと、このコロナ禍の中でということを、ね、言ってはってね。 だから、自民党総裁選が荒れるのか荒れないのかで言うと、荒れない可能性の方が今のところ高いんちゃうかなと。でも、今回の横浜市長選のこの開票結果ですよね、まだ開票されてないんですけども、これでもダブルスコアとかですね、もう大差がつけられてると、まあ、出口では大差がつけられてるわけですから、まあ、そこに、 どういうふうなね、自民党内から、こう、菅首相で衆院選を戦えるのかで、とかですね。まあ、そういう声がどれだけ大きくなるのかっていうのもすごく、あの、気になるなっていう気はしますよね。でまあ、やっぱり一方のね、これ野党はね、 あまあ、山中さん自身もね、いろんな、ま郷、あ、原さんとかが、まあ、いろんな問題を指摘するっていうのはありましたけれども、まあ、これでね、まあ、野党はですね、まあ、買ったわけですから、まあ、カジノもですねこれでも横浜から、横浜にカジノができることはまあないと、まあ、ただでさえカジノ産業っていうのは、ですねまあ、アメリカとかでもどんどんあのコロナ禍、 っってていうのもあってダメになってきているってもあってね、ねこれは大きいと思うんですよね、もう山中さん自身にいろんな,、ね、なんかこう言ってる人、いてますけども、もこれは僕は野党はねあの自信を持ってですねこう衆院選にあの向かっていきはったらいいんちゃおうかなっていうか、ね、これを勢いに野党ができるかどうかですよね、うん、ただう山中さんは、まあ、今後、議会とかで、えー、その野党がね議席を足す。 横浜市議会で持ってるわけでもないんでね、自民党の方が多いと。まあ、今回は自民党が、ね、分裂したというのもあったんですけども、まあ、分裂とはいえですね、自民党、横浜市議会の36人中30人は小野木さんを、まあ、支持したと。えー、で、公明党の市議も支持したということですから、まあ、これがね、まあ、ど,どういうふうになるのかなというのは思いますね。ただ、公明党もね、あの本当に、 あの、ま、あ市議レベルでね、あの、支持っていうことだったんですけども、やっぱ公明党にも、やっぱ僕、影響がね、出てくる可能性もあるんちゃうかなってい思いますね。まあ、ただですね、神奈川、神奈川でしたっけ、神奈川ロックかどっか忘れましたけども、まあ、でも公明党の、あの、もう若きホープがですね、銀座かどっかでね、あの、 言ってたというので、まあ、議員辞職っていうのはありましたけども、ま自、あ、公にとってもこ次の衆院選に僕は大きな影響があるっていうことを考えると、ですねまあ、本当事自公にとっては大変かなと、野党にとってはですねさらに勢いをつけれるかどうかっていうのが僕は問われてるんじゃないのかなとうう思いましたけどね、ね、まあ、とりあえずま良かったと思いますよと、これカジノはダメっていうことですからね。うん チャンネル登録よろしくね。